る。皆さんは、Apex というゲームをご存知でしょうか。レスパウンエンターテインメントが開発し、エレクトロニックアーツより2019年2月5日に配信開始した基本プレイ無料のバトルロイヤルファーストパーソンシューティングゲームです。エレクトロなんとかはよく見かける EA ってやつですね。最近はテトリスにこのマークがついていたり EA ばっかりな印象があります。Apex についてですが、基本的には3人1組で戦います。そしてバトロワということでもちろんエリアが収縮していきラウンドごとに狭くなっていく。フィールドでどのように戦うかというのが肝になるゲームです。そして、Apex の特徴の一つとして落下ダメージがなかったりひたすら動き回って戦うのが売りだったり、プレイ人口はかなり多く、市場調査会社ネウズッポの調査によると、日本の PC 版アペクエゲンドスにおけるプレイヤー数はリーグオブレジェンドやレインボーシックスシージを抑えて2020年2月に第1位を記録。少しデータが古いかもですが月間アクティブが2020年7月246万を記録しました。先月2周年を迎えまだまだ成長途中の Apex ですが。まさかの最新イベントが大炎上中。一体なぜそうなのか、原因を探っていきましょう。まあ、炎上したという活動が多いのが正しいかな？理由を一つ一つ紹介していきます。まず、現在イベント中のリングフューリーに問題があります。まあ、これが一番でしょうか。運営によるとマップ上に1つ以上の新たなリングフレアが現在のリング内に出現します。リングフレアは、アリーナ内にゆっくりと広がるリングの出現エリアです。マギーはいつもパーティーを派手に始めてくれます。簡単に言うと、リング内にもリング外ができますということです。ダメージはそのラウンドと同じダメージなのですが今は気にするタイミングではありません。初日はレベル1、3日目ぐらいからレベル2へとリングヒューリー難易度が上がったのですが。まあ、こんな感じにちっちゃいのがいくつかある感じで初日はまあ若干楽しめてました。一応エペ知らない人のために COD とかフォトナと比べるとリングダメージ最初のあたりはだいぶ緩いです。まあ、運営が持ち運び式リングダメージ無効アイテムを実装したので、小さいリング複数くらいだったらまあ戦略性があるなって、それがレベル2になるとこうなりました。見てください、アンチの半分以上リングフレアに飲み込まれております。これには全プレイヤーびっくり。そして、Apex には一定数ダメージを出したり一定数キルをすることによって、アチーブメントがもらえるのですが Apex をそれなりにしているとカジュアルの目的が、ほぼそれらを取得するためのマッチとなります。それでリング外多すぎるじゃんっていうのはもちろんのこと。これだけリングフレアが大きいとルートが限られてかなり接敵が難しくなります。Apex って元からカジュアルの人数がすぐ減って接敵できないのに、今回のイベントはますます接敵できなくなりました。後半になるとアンチの3分の2をリングフレアが掌握するので、ご覧のように半分以上がリング外となってしまいます。立ち回りが云々の話は今回は見逃してください。冷静に行けば待機でよかった。今から受けるリング外ダメージをよく見ておいてください。厳密に1個前ですが、このダメージをリングフレアの場所で受けることになります。ゲームになってねえぞい。収縮と同時にリングフレアは収まって新しいのができるのですが、収縮しきる前に閉じることはできなかったのか。こちらも紹介しますが、あんまり触れられてないので私だけかも。ちょっとゆっくり入ってたのでもう一度。近くでリングフレアが開いて、近くでリングフレアが開いて、今の効果音緊急地震速報とかに音が似ていませんか？ゲームにそんなこと言うと面白くないって話ですが、気になったので紹介させていただきました。カジュアル限定ですが、先ほど紹介したヒートシールドを量産することができます。リング外でヒートシールドを量産して最終アンチで戦うことなく優勝することができます。過去にもそういうことができたので原点回帰で運営としてはネタだったのかな。とはいえ、接敵をしてダメージを稼いだりキルを稼ぎたい人の方が多いのでもちろん不要です。それだけでなく、このヒートシールドを不正に作りまくれるグリッチバグ技が存在しているみたいです。現在は修正されてランクマッチには存在しないのですが、ランクマッチにも最初は存在していたのでそれを使用し不正に勝利できたようです。今回のシーズンでは EMP というシールドに50ダメージを連打できるグリッチもあったので、さすがにランクマッチどうにかしろってなってそう。まあでも運営の方がしっかり処罰予定らしいのでご安心ください。止まらないぜ。
イベントならそのモードしなくていいじゃんって思った方、こちらのイベントはカジュアルにて強制的にプレイさせられます。過去のイベントではイベントと普通のカジュアル分かれていたのですが、イベントがかそりがちだったので合併した模様。どっかの腹かみみたいにユーザーアンケートを積極的に実施してほしいな。最近ユーザーが望んでいないような修正が多いような気がします。イベントもフィードバックをしっかり受けているのでしょうか。ちなみにですが、今 Apex で Twitter 検索するとかなりイベントについての不評が出てきます。カジュアルえげつないほどクソゲーとかしててわろたぶきスキンも好かれないし、イベント終わるまで Apex やりません。お疲れ様でした。 Apex の今のイベント嫌いなんかすげーめんどくさい。 Apex 今のイベントクソつまんないから早く終わらんかな。ねえ本当にウルタマも配信で消すイベントいつのでね。ふとあのね中に火を立てたてっていうほど誰得イベントなん。本当金ちゃんクソマップといいイベントといい今シーズン下手打ちすぎじゃない。オタバブうるさいし、マッドババアは耳障りだし、どうしちゃったのアペクと、このように山ほど出てきます。個人的には金キャニが一番カジュアルで好きだけどね。やっぱり今回はかなり普通のカジュアルと変わってる上に、ならやらなければいいじゃんが通じないのが良くないですね。ここからは小さいことを紹介していきます。 Apex にはバーストと単発が選べたり、単発とフルオートを選べる武器が存在しているのですが、現在アイコンでどちらなのか確認できないバグがあります。まあ幸いこれらの武器は画面切り替えたタイミングで画面にバーストかとか単発とか表示してくれます。ちなみにチョークという機能は正常にアイコンで確認できますね。そして問題のプラウラーという武器、5点バーストか単発で使えるのですが、切り替え時に一切画面に表示されません。一応武器の35という数字の上の部分にて一応確認できるのですが、戦闘中に武器本体に表示されている残弾数なんて見ません。これはいつ修正されるのでしょうか。このイベントと同時にスイッチが Apex に参入しました。どの世界にもクロスプレイを嫌う人がいるのですが、それで荒れていたような気がします。というかスイッチ勢かわいそうじゃない。視野角70までしかないし、初のイベントが今回のイベントで普通のカジュアルを提供してないというか提供できてないのがヤバい。私は歓迎なのですが、皆さん温かい目で見守ってあげてね。まあスイッチ参入とちょっと似ているのですが、これは最近気になる点です。炎上についてはさっきので終わりです。初心者狩り流行りすぎてない。ランクマッチとかカジュアルで低ランクの盾ハンマーとか爪痕ダブハンとかめっちゃ見る。個人的には高ランクの盾ハンマーとかの方が努力の証っぽくて価値あると思います。というのはさておき、初心者狩りは絶対にやめましょう。新しく初めて残ってくれる人が増えないと、いつかはサービス終わるかもしれません。ここだけの話、低ランクの2500ハンマーとかはマジで雑魚狩りしてやっと取れたハンマーかって認識になるから、盾ハンマーないなら外した方がいいぞ。あと音バグも激しいよね。今回のイベントでは特にどこでもリング外みたいな音が聞こえる時ある。音バグに関しては長いことあるような気がするから、まあ治らないのかな。抜けあったらすみません。今回はこんな感じの動画でした。面白かったら高評価登録お願いします。ご視聴ありがとうございました。